ですね、なんか変わると思ったらですね C に行ってで戻っ F に戻るっていう繰り返しですね。ちょっと合わなくなったらどっちかに戻ればいい。で1箇所だけ B フラットがあり、コード変わるっていう感じのところで変えればいいということですね。そうですね、 F のこのポジション、 C がこのポジション、 F 戻る、 B フラットだけこれ、そして F という、ポジションで弾いてみましたので、それに合わせて弾いてみてください。